2年ぶりに天笠総合病院に帰ってきたよりだったが、アンなら今は天笠病院にはいないよ。遠隔画像診断センターで働いています。新院長拝島が推し進める経営の合理化により、放射線科は技師長広瀬、そして新人の田中だけしか残っていなかった。実は他のみんなもいなくなっちゃったんです。しかし、いおりの帰国を知ったかつてのメンバーが復帰、再び放射線技師として病に立ち向かってゆく。お帰りなさい、五十嵐さん。はい、また大変な日々がやってきそうですね。始めましょう。脳の中に隠れた病気が原因かもしれません。今そこに救える命があります。何もせずにはいられません。そんな中、いおり、アン、広瀬、辻村の恋の四角関係は変わらず。僕の隣に広瀬さんがいてくれてよかった。ありがとうございます。幼い頃のことを忘れていたアンだったが、共通の幼なじみの話からいおりと交わした約束を思い出す。私ね、お医者さんになるんだ。パパみたいにどんな病気も見つけるお医者さん。だからいおりはね、世界一のカメラマンになって私のお手伝いをするの。分かった？五十嵐さんがずっと騎士の仕事にこだわり続けていたのは私のせいでした。あなたとの約束があったから誰よりも大きく成長できた。今の五十嵐くんがあるのはあなたのおかげよ。いおりの存在に触発されたアンは、医師としてさらなる成長を求め、アメリカ行きを決意する。僕は放射線科医として働くあなたが大好きです。先生がどんな病気も見つけられる医者になれるよう、遠くからずっと応援してます。応援してます。頑張ります。そういえば、私も五十嵐さんに伝えたいことがあります。え？好きです。技師として働く五十嵐さんが。ああはい、ああ来ますよ、来ますよ、来ますよ。はい、せーの。人命救助にはタイムリミットがある。救えるのはあいつらしかいない。え？助けて。殺せるもんなら殺してみなさいよ。本当は嘘です、ごめんなさい。私に任せてください。医師をサポートして病気の原因見つけ出すのがうちら技師の仕事だ。劇場版ラジエーションハウス。僕、伝えておきたいことが